はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編、第19章ですね、やっていきたいと思います。まあ前回オーディンがやられちゃったからな、誰か一人補充兵が必要だけど、まあいっか、このまま進んでいきましょう。19章、陽子の山。束の間の休息の後、再び白夜王都へ向かうミカミックス。だが街道は多数の敵で進めない。一行はやむを得ず敵の手が届かない陽子の山を越えることにしたということで、あとねドーピングアイテムをねちょっと大量に買い込んだんですよ。金が結構いっぱいあったんで。ミカミックス兄さん大変だよ、この先に白夜の軍勢が。数千もの兵が街道を塞いでいる。このまま進めば全滅は必至だろう。まさか。そうね、おそらく先に戻った龍馬たちが兵を配備したんだと思うわ。まあ私たちの居場所がバレた以上当然の措置だと思うけれど、これでは王都まではたどり着けないな。仕方ない、一旦戻って別の道を考えるしか。いいえ、ここからでも行ける道がないわけではないわ。いい、この街道の西側に白夜王国の者でも足を踏み入れない山が存在するの。そこなら白夜兵の手は届かないはずよ。けれどその山には狐に姿を変える種族陽子が住む里があると言われているわ。もし彼らに見つかれば生きて戻れるかはわからない。陽子、ねえ、どうする？わざわざ危険を冒したくないのなら無理強いはしないけど、時間が経てば経つほど白夜の守りは強固になっていくわよ。これはもう行けと言ってるようなもんじゃないか。その山を通ろう。戦が長引くことだけは何としても避けたい。それに俺たちは一刻も早くガロン王の真実をみんなに伝えなければならないんだ。ええ、あなたの言う通りね。じゃあ道案内は私に任せて。いや、道案内してくれるんだったら見つからないように言ってくれよ。かなり上まで登ってきたな。先ほど行った里はどのあたりにあるんだ？わからないわ。結局わかんねえのかよ。その里に行って戻ってきた者はほとんどいないと伝えられているから、すでに通り過ぎたのかこれからなのか予測をつけることもできない。とにかく用心をして進み続けるほかないわ。ああ、わかった。メカミックスお兄ちゃん大丈夫だ。エリーゼ、怖いのなら俺の後ろにいればいい。違うの、あれ見て。おお、錦じゃないか。あれは陽子、しまった。はじめまして旅人さん、こんにちは。こんにちは。ここに来る人は久しぶりに見るな。今回はアンヤ王国の人か。あなた、なぜそれを。僕は錦。あなたじゃなくて錦だよ。この里の長をやっているんだ。そう。じゃあ錦、私たちがアンヤ王国側だとなぜわかったの？着ているものと匂いでなんとなく。僕アンヤ王国の人には何度もお世話になってるからね。里から出て迷子になった時もみんな優しくしてくれたし、アンヤ王国の人は大好きだな。評判いいじゃないか、アンヤ王国。なんだ、思っていたより友好的じゃないか。出会ったら命はないような言い方をされているみたいだが、もしかしたらそれはただの偏見で話せば分かってくれるんじゃないのか。いいえ、どうやらそれは期待できそうにないわ。なぜそう思うんだ。いい、周りをよく見て。囲まれたか。お、囲まれてる。しかも好戦的だ。陽子、囲まれているのか。あえてとっても嬉しいんだけど残念だな。この場所に来てしまったからにはみんな死んでもらうしかないよ。なんだって。だからさっき人間は好きだと。うん、僕外の世界で出会う人はみんな優しくて大好きだよ。でもね、向こうから里に来る人は良くない人が多いって。信用したら怪我を狩られて殺されるってそう言い伝えられてきてるんだ。そういう人たちが来たらちゃんと始末しておかないと。違う、俺たちはそんなことはしない。ただここを通らせてほしいだけなんだ。うん、信じてあげたいけど、僕は里の長だからみんなのことを守らないといけないんだ。大切なみんなを死なせないためにはよそ者を簡単に信じるわけにはいかない。だから悪いけど、もしあの世で会うことがあったらその時は仲良くしようね。それじゃあバイバイ。あの世ってお前も死ぬつもりか。とりあえずユニット選択、まあこいつらは一緒でしょう。ラズワルドとか入る余地がないな。
まあアシュラまでか。まあみんな上級職だな、そうすると。とりあえず身支度で、とりあえず、ドーピング超いっぱい買いました。99個とか買いましたかね。ヒットポイントの薬使う。力の薬はいらない。こいつは魔力だからな。で、守備と。ダクアもヒットポイント。と守備だけだな。で、エルフィーはヒットポイント、力、守備。ヒットポイント、力、守備。ヒットポイント、力、守備。ヒットポイント、こいつは魔力。で、守備。もうとにかくドーピング剤。こいつ魔力だな。ヒットポイント、こいつも魔力、守備と。すげえ金の無駄なんじゃないかって思えてきた。力で守備。カンナは魔力だよな。でこいつは力と。ここまでか。 OK、 これで完璧だ。いくぜ。なんだ、敵の一部は幻術を使用しています。幻術の敵から攻撃されることはありませんが、こちらから攻撃することもできません。幻術は自分ターン終了時にオンオフが切り替わります。はあ、なるほど。なるほどってよくわからんけど。攻撃できん、そういうことか。攻撃はでもしてこないんだよね。とりあえずまた左と上に分ける感じか。マークス部隊と主人公部隊だな、そうすると。あれ、超危険マークがついてんだけど。上が超危険だな。ってことはマークス左にしよう。ここら辺で、レオンを左に寄せるか。アシュラを左に寄せて、主人公はそうすると上に派遣するか。壁としてこいつを連れていこう。ゼロ。これ多分馬部隊がちょっと危険なんだな。ドラゴン部隊は大丈夫だよな。よし、ドラゴン部隊を上に派遣して、モズメも上でいいか。で、左の回復役で上の回復役と。カンナはどうしよう、左に持っていくか。で、こいつは適当にホイホイと。 OK。 あれ、攻撃された。サポート、おいてー。ああ、攻撃はしてこない。すげえ、1ターン目からめっちゃ来るな。そうすると、とりあえずマークスで攻撃をしとくか。いや、待って、こいつらを殲滅するのが先だな。フェリシア、もう攻撃はできないから、こっち行くか。いやー、めっちゃ減るわ。めっちゃ減るけど、しょうがねえか。射程2から攻撃できるな。よし。重石は射程2ないからな。安全に行こう、安全に。ほら。よし、オッケー。茶色い方が下級職か。で、白い方が上級職だから、上級職はなるべく主人公でぶっ倒したいけどな。流石か、やっぱりそうすると。いくぜ、おら。無駄無駄。カミラお姉さんので倒すか。命中率がすっげえ悪い。どうする。壁役は倒せるな。82か。当たるよな。82と79どっちかは当たる。これくらい。 OK、 やった。結構経験値が上がる。お、これ持ってるし。よし、こいつ倒せる。カミラはね、何がいいって、この場所があるからいいんですよ。無駄。痛かったかしら、これ。すげえ役立つ。カンナも持ってるっちゃ持ってるんですよね。槍の方がこ、あ、槍立つってか倒せねえし普通に。モズメちゃんは81%か。
81%、81%。当たれ、忘れたマジかよ。そうするとこいつを攻撃をするしかない。帝王のこちらの 100% の方でいこう。大丈夫、強敵は沈黙で、アクアでカミラを復活させればレベルアップ、多分倒せんだろう。よし、このままいけるな。サンダーとか鍛えた方がいいのかな。くれない、げ、倒せねえし。しくじった、読み間違えた。カンナを派遣したいけど、マックス大丈夫だ、マックス一旦派遣しよう。 72% か。こいつは 70%。 レオンちゃん65、アシュラ66、ダメだ、マックスにしよう。こいつら早いんだな多分。よし、オッケー。芸術だか。で、下のやつはもうちょっとレオン使ってちょうどぴったりだな。サポートしてやる。オッケー、さすがだね。茶色い陽子はそんなに苦労しない。4レベル、うん、まあまあかな。ちょっとこれこうだな。上のやつ来たか、ガンガン来るな。狙えるかこれ、いけねえし。攻撃は一応できるっちゃできるな。どうなんだろうな、これ攻撃できるか。マックスやっぱちょっとここにしよう、置いとこう。まずカミラをここに置いて、あんまり当たんないけど、あんまり当たんないけど場所があるから、くらい、うん。で、フェリシアをここに置いて、燃やし尽くしてくれる、くらい。よし、こいつはもう誰でも倒せんな。モズメにしよう。いや、モズメは弓を鍛えたいから後ろのやつを狙う。とりあえず 100% で当たるっちゃ当たるからな。えらい、よーし、お前はもう十分強いよ。おお、そして5レベル、これは左打ちは覚えるぞ。イエーイ、早速早速小判手に入れた。 65% と 52% か、きついなこれ。どっちか当たれ、うわー両方外した、これは痛い。ファイヤーの方が当たるな。くらえ、おお、あと誰だ、こいつがいけんのか。よーし、強いこいつ。こいつ早いんだっけ、レベルが上がればわかる。技があるのか、あれ命中率って技に影響するんだっけ、速さだっけ。なんかね、見れば書いてあるんですよね。 93%、 これ外れることはないだろう。よーし、当然だ。おお、いいね、歌うより経験値が上がる。下の舞台大丈夫か、魔力30とか超高いなこいつ。壁、ちょっと待って、エリーゼとこいつがちょっと射程に入ってんな。そうだな、狙ってくるか。あ、痛い、くらい。ジークフリート結構当たらないな。
やっぱこの守護石みたいなのが強えんだな。これで削っていくしかないか。狙える、ちなみに。お、狙える狙える。ほい、あっけないな。でカンナだな、カンナ。これだな。流石 87% 当たんだろ普通に。おお来た、一応開けたまえ。おお結構経験値入る、2レベル。あー、やっぱり主人公の娘だけあって平均的に強いな。アドベンチャラーで、てかこいつらどうなんだ。大丈夫だな。いいねいいね、やっぱり弓兵強い。ほいほい、当たらない。悲しすぎる。でマークス、とりあえずここにいよう。77%、 オッケー。もう終わりか。なんかすげえ心が痛むな、動物を殺してるようで。これなんだ、どうやっていけばいいんだ。これ倒せそうだな。壊す、やった、壊せる。でこいつは来るんじゃねえか、もしや。ただうわー、ちょっと危険だな。援護はつけとこう。誰が強いんだっけ、ベルカ。ベルカが強いな。こんな感じでいいかな。 OK。あー狙ってこない、攻撃できないか。超来てんだけど。一応倒せるっちゃ倒せるか。あー狙えるやつから狙っていくか。いけ、後ろのやつ攻撃できねえ、きっとそういうあれなんだな。ほら、ってことは硬いやつを出していかないとまずいな。お前を倒す。いい相手だった。これね、多分後ろのやつ狙えないよ。チャリン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 。すげえ上がる。あ、これあれか、なんか左下に変なマークついてんな。変なマークついてると多分攻撃できねえんだ。どこまで来る、カミラのとこまで来るか。いやーちょっとこれで一旦押さえとくか。そうするとアドベンチャラーで殺せるやつは殺しておくと。70にまた微妙な数値だな。 OK、 仕方なかったんだ。そうだ、仕方ないんだ、許してくれたまえ。うおー減る、やばい。これはカンナどうだ、カンナも減るな。何体倒せる、あと倒せて2体じゃないのか。うーん、狙って回復させてって。エリゼどこまで来れる、来れなくね。マークスここに置いとくか。あれ、こいつはなんだ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。これでどうだ、なんか戦死者出そうな気もするけどな。このさ、反撃できねえのずるいよ。痛い、来るか。13、どっちか。かわせ、かわせなかったか。レベル10、
この戦も結構きついな。攻撃はしてこないか。この基準がよくわかんない。攻撃できなくね。みんな攻撃不能なんだけど。ちょっとずるいぞこれは。まあ数を減らすことに専念するか。この茶色はもう楽勝なんだよ。とにかく。あと誰だ。俺ここでは両方狙いな。しかも倒せる。皆殺し。ありがとう。こいつも多分狙えるはずだな。そうすると、一回能力を下げとくか。ほいてかなんでアクアなんだ。でモズメちゃんは無理だから、カメラお姉さんまで行くか。うお倒せない。こいつでよし。そうするとフルボッコに合わないように陣形を完全に整えないとまずいな。特に下の連中。これアクア多分2発食らうな、この陣形だと。だからちょっと待ってよ、こいつ防御弱いからちょっと真ん中の方にやって、こうだな、これでいくか。大丈夫かな、ちょっとわかんねえ。狙われた。しかも16くらい。かわせ。よし、なした。危ねえ危ねえ。でこいつも12くらうけど、かわせるか。あ、かわせない。おお、14 60%。 痛い。しかも反撃できるし、これ次狙われんじゃねえか。エリーゼ死ぬのは勘弁だぞマジで。おお、カミラのな、ちょっと魔法力やっぱ弱えな。うお、狙われ。25 44、かわせ、頼む。苦しむ姿を見せてくれ。おー、ぶんねえ。超助かった。いや、きついきつい。こいつは大丈夫だな。現実みたいなのマジひどいよ。げっ、うわ、メイドがやられた。まさかクリティカルが出るとは。これクリティカル出ると確実に殺されるからな。エリーゼは死ななかったけど、メイドが殺された。マジかよー。ここの舞台をとりあえず殲滅する。敵討ちだ。もう一人のメイドをちょっと使うか。そうするとバトラー君を。また一人戦死者が出たか。やっぱね、ラッキーセブン。魔除け。何が厳しいって、クリティカルだよ本当に。ほら、見事だ。いやー、まさかフェリシア殺されるとは。ダークファルコンまであいつにつけたのに。ゼロ。厄介そうな相手だ。お、弓みたいだ。まさに狩りって感じだな。そして最後弱ったところを燃やす。負けるときは負けるぞ。これでいいんだよね。そうだ、それでいいんだ。
リライブで回復と。もう杖 B か。ジェネラルでこうぶん殴る。今回こいつが強いな。カミラお姉様がほとんど使い物にならない。かわされてるし。最後は誰で倒すかな。カミラお姉さんにするか。てらえ。こいつここに置いて回復させよう。あとはこの3体か。増援は出てこないかな。進め進め。上の舞台で殲滅できるんじゃないか。これもまた ここまで行ける。進むか。いやー、メイドがやられたのかなりショックだな。回復しとこ。自分で魔法で回復できないかな。これは主人公の舞台だけでいけるかな。すげえ機動力だなこいつら。こいつらの射程を見て主人公をここに置いてこっちで援護させて、あとはちょっと陣形が整うまで待つか。しかもここ山だからな、動きづらい。ちょっと回復させよう。いつ出てきても大丈夫なように。よし、 OK。 来ないか。待て待て待て。倒せるといえば倒せるけどな。ちょっともう一旦待とう。このモズメとかが来れる位置まで。でこいつも一応結構来れるな、馬に乗ってる分だけ。マックスが出遅れてんな。OK。来るか？来た。あれ？こいつが来たよ。僕は長として里の平和とみんなを守る。まあまあ14か。いた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 。おお、当たった。28。周りのやつから倒すか。てか周りのやつ倒せなくね、これ。狙えねえな。じゃあこいつを先に倒そう。陽子を誰で倒すかだな。ジェネラルにしよう。 68% か。34とか超攻撃力強いんだけど。当たれば。当たった。すまんな里のみんな、ごめんよ。いや俺はでもそんなことしないよ。オッケー、すっげー上がった。超重石。あとはダメだ、狙えない。うお、やばい、危険マークが出てる。ちょ逃げよう。ちょ馬やばくね。そうすると馬がやばいんだ。ちょ逃げろ逃げろ。マジかよ。とりあえず危険領域の外にいれば問題ないからな。いやー、アクアちょっと死なせたくないからここもずめおこう。これでどうだ。15。殺してあげる。いっててて。て24。あぶね。なんて防御力の低さだこいつ。おい、いったー。
もう犠牲者は出したくないかんな。もつめめっちゃ回復したな。何なんだ一体。いやー苦労したな。でももうここまで来ればこのターンで蹴りがつけられるからな。どうしようかな。もずめでこいつを狙うか。てか追い風の弓から早く変えたいんだけど。ドラゴンマスター帝王の。レベルアップ。最後はこいつで倒そう。倒せない、むしろ殺される。ファイヤー、お前で最後だ。よくもうちのメイドをやってくれたな。よかった。終わったわね。先を急ぎましょう、ミカミックス。てんてんてん。ミカミックス？倒すしかなかった。今回殺したんだ。俺たちは殺戮を避けるためにこちら側に着いたはずだ。それなのに。仕方ないわ。彼らは本気だった。手加減してかなう相手ではなかったわ。そんなことをすれば死んでいたのは私たちよ。ああ。分かっている。だが。そうね。確かにここを通らなければ陽子たちは死なずに済んだかもしれない。でもそうすれば戦争が長引いてまた違う誰かの血が流れていた。そうでしょ？そんな。だが彼らは戦争とは無関係だった。俺たちの戦いに巻き込まれて死んでしまったようなものだ。何とか助かる道はなかったのか。あら。じゃああなたはその代わりに何を犠牲にするの？いい。この世界にみんなが助かるような都合のいい道なんて存在しないわ。どれを選んでも何を守ろうとしてもどこかで犠牲は出てしまう。もし違いがあるとすればその犠牲が私たちの目の前の人かそうじゃないかの違いだけ。だから割り切るほかないの。とてもとても悲しいことだけれど。ねえ、あなたのその刀、白夜王国では何て呼ばれてたか覚えてる？ええ。伝説の救いをもたらす刀よ。その刀に選ばれたあなたが選んだ道なんだもの。どんなに辛くても悲しくてもきっと間違ってなんかいないわ。私はそう思ってる。いや刀全く使ってないけどね。本ばっかり使ってるけどね。やっと笑ったわね。それでこそいつものミカミックスよ。励ましてくれたのか。そう。どうかしらね。それより早く山を降りましょう。そろそろ白夜兵が私たちの動きに感づく頃よ。こんなことやってて奥さんいいのか。奥さんは。あ、アクア。救いをもたらす刀か。でもアンヤ王国を選んだ俺に雇の神を持つ資格なんて本当にあるのだろうか。はい、ということで今回フェリシアちゃんやられてまたまたショックがでかいですけれども、第19章はこれで終了したいと思います。